はい、どうも、ぺーです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけで、やってきました。大人気コーナーをご用意しました。一番万年やつで。そう。大人気コーナーって言ってはいるけども、人気なさすぎてちょっとショックを受けてるあのコーナーを。2桁でおなじみの。懲りずに持ってまいりました。そうですか。今度こそ回ることを信じて。お疲れ様です。今回はクイズ島クラッカー。まあテーマ次第だから言ったってね。テーマによるよ。さあ始まりました大人気コーナークイズ島倉くん、司会の島倉くんです。よろしくお願いします。うるせえ今日もですね皆さんにクイズをご用意してまいりました。やりたい人、いいお返事、やればできるじゃないですか。2人ともそうなの人気ないけどクイズは好きなんで今回はですね、やぶつかに関するクイズなんですけれども、やぶつかといえば何でしょうか。温泉もありますね。今回はそのお隣ジャパンストライクセンターに関する問題を用意してきました。昔はね、やぶつかヘビセンターって言ったんだけどね、僕たちの頃はヘビセンターって言ってましたね。そうそうそう、いつの間にかねジャパンストライクセンターってグローバルな感じになってしまったんで、ちょっとねやぶつかじゃなくなっちゃったんだってショックを受けているんですが、まあそんなやぶつかヘビセンターからの問題を出していきたいと思います。では早速やりたい人、やらない。じゃあおしまいです。やるの。こっちがやりたいんだったらやれよじゃあ。第1問。ジャパンスネークセンターには日本でここにしかないものがあります。それは一体何でしょう。日本でも有数のヘビの研究所なわけですよ。はい、酒井さん。ヘビの皮で作った財布。いや、ありそうだけどここでしかないものではないと思う。まあまあヘビ関係のものですよ。ヘビ関係。はい、酒井さん。ヘビの道。ヘビの道はない。それはね、悟空が死んだ時に一生懸命渡っていくやつの話であってヘビセンターにはない。長いんだよあれ。生き返るためにね行くんだよね。頑張れ悟空。はい、酒井さん。笛吹くと出てくるヘビ。いる日本に。なんか日本じゃないイメージあるけどね。なんかアラブとかそっち系じゃない。コブラっぽいやつ。そう、壺みたいに入ってるでしょ。ニョ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 ってでしょ。見たことないわ。っていう手袋のやつ。それなんか言ったよね。レッドスネークカモみたいなやつでしょ。それかコブラいない赤い服着たやつね。違います。カズレーザーが憧れてる方のコブラ。おなじみの違います。はい、2号。じゃあ怪人コブラ男の剥製。誰？仮面ライダーの敵みたいな感じ。違います。剥製すんだよ怪人を。なんで皮剥いで飾ってんだよ。飾るかと思った。怖えな。そーっと倒してね、そーっと倒して傷がつかないようにね、爆発しないようにさ。あ、そっか、爆発しちゃうからね怪人はね。そうないと多分大変なんだと思います。ないと大変。誰が？こっちが。いや、世の中の人々が。大変。はい、酒井さん。天気予報。どういうこと？ヘビ関係なくない？ヘビ関係なくない？世の中の人大変かなと思って。大変なんだけどさ。あ、分かった。お、マジ。これちゃんと答えていいコーナーだっけこれ。当たり前ですよ。毒のなんか結成みたいな。はい、いいでしょう。正解でいいでしょう。日本で唯一山かがしの毒に対する結成を製造保管している。なるほどね。専門的な施設だから。そう、他のところにも多分例えばハブとかはあるかもしれないけど、山かがしに関してはここしかないです。めったにないやつなんですかね。そう、だから山かがしはね。そんな噛まないらしいです。ただ万が一なった場合はそのヘビセンスネークセンターの方に来てくださいと。空路とか陸路で搬送を行う体制が整えられているそうです。そういう子を吸いながらヘビセンターをやぶつかまね。九州とかからね、一生懸命タクシーやぶつかまね、どうしました？やぶつかまね、いいからやってください、急いで前の車を追ってください。ヘビはどこ行ったんや。やぶつかっこいいよ。では第2問。さっきもちょっとありましたけども、ヘビの皮の財布、ヘビ柄というか、であるように、まあ、ここの売店でも、ね、ヘビの抜け殻も売ってるんですよ。抜け殻だけも。抜け殻売ってるの？そうそうそう。で、やっぱ財布に入れとくとね、お金が貯まりますよなんていう言い伝えがあるじゃないですか。では、なんで財布に入れとくとお金が貯まるという言い伝えがあるんでしょう？はいはい、酒井さん。蛇の皮入れてるんすか？怖い、分かった方お金あげるから帰ってって言われる気持ち悪さで、そんな変な人来てほしくないから金を払ってでもどっかに、とりあえずこれで帰ってくれ。ああ、はい、酒井さん。財布が抜け殻になりますようにっていう。なんで空っぽになっちゃうじゃん。真逆じゃない？パンパンになって、銀行口座が抜け殻になる。だからパンパンになって中身を詰めてお金は。あ、抜け殻だから入ってくるっていうこと。あ、まあ違います。考え方としてはね、合ってそうな気がするけど違います。マジなちょっと今のはまあ普通にね、理由としては別に何の面白みもない回答です。これ真面目に答える、真面目に答えるやつ。はいはい。だから別に面白くなる必要ないんですけど、今のは一切面白くないです。うるせえな。神様とかそういうのが関わってきます。はい、2号。神様。脱皮を繰り返すから不老不死って言われてましたけど。あ、はい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 。まあ縁起物ですよね。縁起物ですよね。うん、じゃあそう抜け殻はなんでお金を運んでくるんですか？急に質問来た。急に質問された。それを今私がお二人に聞いているんですけれども、これ難しいかな。答え言っちゃいますか？言っちゃいますか？お、早押し来た。早押し来た。神様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 が蛇の道を行けって言った。だからよ。ドラゴンボール忘れろや。答えはですね、七福神の一人弁財天が関わってくるんですね。お金の。そう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 。弁財天ってね、お金の神様でもあるんですけども、弁財天の財が財産の財になったりとかね。便所の便だったらね、トイレの神様になっちゃうからね。だから蛇がね、水神様の使いとか水神そのものとされることが多くて、蛇が弁財天の化身と考えられたそうなんですね。さっきのこう便座から水から何便座とか水とか言ってねえんだよ。弁財天ね。便座、便座、トイレ、トイレをするとお金が貯まるって、トイレを移動するってこと。ああ、便座、水回り移転するとね。そういうことです。水回りきれいにしましょうということですね。はい、皆さんもトイレはきれいに。はい、では第3問。ホームページにですね、スネークセンターの職員の見分け方っていうのがね載ってるんですよ。は？職員がね、いいよ別に蛇の見分け方を教えてくれ。例えばね、そのペンタっていうね人がいるらしい。職員デザイナーの人らしいんですけども、いろんなデザインするんかな。ペンタデザイナーの仕事あるんですか？ペンタデザイナーなんで、見分け方として常に汗をかいている、このページを作ったとかね、オシヘビチャボかっこグリーンマンバみたいなのが書いてあるわけですよ。では水木さん、研究員の方ですね、の見分け方は何でしょうか？はい、酒井さん。いやー、危ねえ。危ないな。これはもう分かったもんね。すごいな。これはもうあれしかない。あれですね、妖怪に詳しい。それ「ゲゲゲの鬼太郎」の方でしょ。水木さんって違います。やたらと Z っていう。違う、その水木さんもアニメ歌手の方でしょ。水木さん違う、知らないぞ。もう知らないぞ。あとなんだ。ナースのお仕事。違う、その女優の方でもないです。第2号。やたらと毒を吐く。ああ、なるほどね。おめえくせんだよっつってね。くんじゃねえババア、長生きしろよってね。はい、朝倉って言われる。違います、違います。はい、酒井さん。毛深い。おお、ちょっと惜しい、ちょっと惜しい。毛が関係してきます。はい、2号。歯指がつながっている。あ、違いますけど惜しい。そっち系、そっち系、近づいてきた。はい、酒井さん。まつげがバチバチ。バチバチって何？まつげがバチバチって何？はい、2号。ひげともみあげがつながっている。違うな。すげえワイルド。違うな。はい、酒井さん。G ジャンのここが破れている。すげえワイルド。すげえワイルド。だろうって言わない？肉をナイフでちょっと食べる。すげえワイルド。けにも塩はこうやって振る。それワイルドじゃないの。急に変わるんじゃねえよ。急に繊細な話でしたよ。じゃないかな。答えいきますか。はい、答えはですね、大体鼻毛が出ているでした。なのでスネークセンターに行って鼻毛出てる人がいたら、あ、水木さんですかって聞いてみてください。わかりました。うん、では最終問題。ああ、今のは最後だったらどうしようかと思った。これはね、蛇に噛まれた時の対処法とかも載ってるんですね。おお、そういうのが知りたかったです。これはやっぱ蛇の研究所ですから、はい、実際ね、我々も噛まれた時にどうしたらいいのか分かんないでしょうから、はい、そこ行ったら実際蛇いるわけですからね。まあそこでも噛まれるかもしれないし、結構この辺にもいますから、群馬なんて特にいますから、はい、でステップ123って感じでね、ステップいくつかに分かれて書かれてるんですけど、はい、まずステップ1はまず落ち着いてくださいと。蛇に噛まれたらまず落ち着いて、はい、まあ日本の身近な蛇に噛まれても即死することはないのでと。まずは落ち着いてくださいと、はい、でステップ2は何でしょう。はい、酒井さん。早押しが弱いぜ。早押しが弱いぜ。いや、よかった。最終問題だからもう勝ちにいってますから。タクシーを呼ぶ。吸いながらでしょ。吸いながら。吸いながら行くやつでしょ。この山かがしの毒に対する鉄性があるからでしょ。違います、違います。もうないぞ。もうないの？もうないの？答え同じ？同じだったけどもうないぞ。ひねり出せ。ひねり出す。毒を？違います、違います。それ絞り出すって言うんだよ。ひねり出さないんだよね、毒は。爪でバッテンにする。蚊か。蚊に刺された時それ。第2号。おしっこをかける。ありえそうだけど違います。ありそう。まだね、ヘビとしか言ってないんで、毒ヘビかどうかはまだ分かってないです。はい、酒井さん。ググる。おー、ほうほうほう。おー、もうちょい、もう一声。はい、酒井さん。噛まれる、うん、なんだっけ、落ち着く、うん、一晩寝かせる。なんだよ。カレーか。はい、2号。ヤフー知恵袋。聞いて、誰かを早く教えて、早く教えて。違う違う。グーグルじゃなくてね、ヤフーだったっていうね。違う違う。ググルは実はだいぶ近いです。もう正解でもいいかなと思ったけど、多分ね、これ正解にずっとサタンがボケ足りないだろうと思ってね。はい、2号。いらぬ配慮。潜る。ググルに近いってそういう意味じゃねえよ。土掘って潜ろうとしてるんだよ。布団にかな、どっちだろうな。結果一晩寝かせてるわ。はい、酒井さん。くぐる。違うわ。何よ、網を、何よ、トンネルを。はい、2号。バグる。お前がな。お前の声がバグってたわな。はい、酒井さん。叫ぶ。ああ、助けてください的な。助けてください。せっかちゅう。助けてください。空港で叫ぶ。場所の問題じゃねえんだよ。世界の中心だろうが空港だろうが、叫ぶのは違うんだよ。ステップ2までなの？いや、まだあるんですけど、はい、とりあえず、まあ、ステップ3はだからもう病院に行くとかですよね。落ち着くと病院に行くの間ですね。絶対タクシーじゃんね、それね。タクシーで走るはちょっとまずいよね。落ち着いて病院に行くまでの間にすること。まず、ね、落ち着くってところで間違った対処とかしちゃうと、たりとかあと放置したりとか一晩寝かすとかはちょっと、ね、危ない可能性が、重症化したりとかする可能性があるので、まずは落ち着くってところですよね。すぐ死なないからと。はい、酒井さん。お茶を飲む。あ、落ち着くために？違います。和室。場所じゃねえよ。違う。和室のが落ち着くかな。落ち着くはもういいんだよ。落ち着いた。落ち着いた後どうするかの話です。隅っこ。お前の落ち着く話を聞いてねえんだよ。どこが落ち着きますかって質問じゃねえんだよ。和室だと隅っこだ。何質問？トイレ。何質問じゃねえよ。トイレが落ち着くのは分かったよ。はい、2号。噛んだの。蛇を捕まえて財布にする。財布にするな。財布にするな。あ、財布に入れる。違う。金貯めてる場合じゃないんだよ。病院に行く。治療代を稼がなきゃいけないんだよ。違います。でも正解言っちゃいますね。ああ、くそ。正解はその蛇の確認をする。可能なら写真に撮って、それをもとに病院なりなんだり、この蛇に噛まれたんですって言うんだけど、なかなかそんな写真撮ってる余裕もない。色とか模様とか、はい、サイズとか、はい、そういうのを覚えておいて医者で報告すると、専門家なら、ああ、じゃあ、あのヘビだな、じゃあ、それは毒がないですよ。噛まれたってなったら、もう一回。別に噛んでるとこじゃなくて、記念写真じゃないからさ。今だっつって。記念に撮ってもらえないから。すいません。これね。これ。別に噛んで持ってく人なんだけど、こう持ってきゃいけない。確実じゃん。確実。確実じゃねえんだよ。現物の方が確実じゃん。現物捕まえないだけで。医者に行ってもさ、写真だとちょっと判断しかねるなってことあるじゃないですか。まあまあまあ。ちょっと写りが悪いなとかさ。こうやっていけば確実じゃん。かませる必要ないんだよ。これ持ってけ、普通にこう持ってけないから話で、かませながら持ってく必要ないの。ね、まあそういう考えもあるかな。というわけで以上で、ジャパンスネークセンタークイズが終了となりました。はい。はい。これでも正解者もいましたからね。僕正解出しましたからね。はいはいはい。蛇の道でしたっけ？蛇の道は正解してくれるんだな。いい答えがありました。二人とも頑張ってました。多分ね、見てる皆さんも頑張ってたと思う。優勝はですね。誰が一番頑張っていたかで決めたいと思っております。それでは今日の優勝者は俺。以上、クイズしまくらくんでした。チャンネル登録と高評価、そして再生数をなんとか人気コーナーに打ち切りになってしまう。